赤丸チャンネル。こんにちは。こんにちは。パワプロ。はい。戦国高校ということで。はい、佐藤さん、その始める前に、今日なんか私に言うことありません？今日。はい。今日この動画公開日、12月10日。誕生日ですか？誕生日です。あ、ハッピーバースデー。イエーイ。え、30歳？30。イエーイ。7時ぐらいに生まれてるんで、もう今日30になってます。はい、おぉ、恐れていた日が来てしまいました。ということで、はい、赤間さんが誕生日ということで、今日はこちらのプレゼントあります。イエーイ。はい、ということで、誰も知らなかったんで、大丈夫です。今、本何かあるのかって本当に期待しちゃいました。赤間さん、はい、あるわけないじゃん。そうですね。だって、12月10日が今日だったら、はい、わかるけど、そうですね、そう、出てる日なんで、今日撮ってるのはまだ11月なんで、うん、あの今のこの映ってる私はまだ29歳なんですよ、うん、はい、はい、ということでね。でももう30歳ですよ。でも30歳を機に、ね、天下統一アップしないと。そうですね、いですね、はい、この30歳、はい、30代だから10年あるですね、はい、30代の目標を発表します。はい、高間さんの、はい、あ、佐藤さんが目標を発表してくれるんですか？はい、はい、わかりました。はい、この10年間の目標はパワープロだけじゃなく、リアルでも天下統一します。というところで、地上波のレギュラー番組をゲットします。はい、これです。30から40の間に、うん、しよう。目標いこう。これで、あの目標は、うん、30半ばぐらいで結婚する。まあまあ、それはもう勝手に自由にしてもらって、はい、それはもう自由にしてもらっていいんで、はい、こう10年間で、はい、地上波のレギュラー行こう、はい、行きたいでしょ。だって、まあ、あればあれば嬉しいですよね。でしょ、はい、それ行こう。僕だって言っとかなきゃ来ないからね。そうですね、うん、じゃあお願いします。だから行こう、はい、どっかに。はい、それね、目標、はい、10年あるから。10、そうですね、3650日あるから。はい、そうですね、うん、はい、今日から、はい、頑張ります。天下統一。はい、ということで今日はパワプロです。はい、まあ、だから、はい、パワプロで、はい、天下統一取れなかったら、はい、もう多分それも難しいんちゃう、やっぱり。そういうことですか。うん、だからスタートしていきなり、はい、もうゲームオーバーになる可能性あるけど、はい、これでいこう。占おう。はい、わかりました。パワプロで占おう。わかりました。30代がどうなるか、どういうなるか、はい、ね、はい、じゃあスタート。はい、セクション3。はい、おっと、まだあれだよ、怪我しちゃうよ。怪我しちゃうんで、メンタルですよ。全員なんかあれだね、マックスだね、評価。そうですね、かなりいい感じですよね。バレンタイン、まあまあ彼女いないからしょうがないですよ。もらった、もらったよ、ギリチョコもらった、よし、辻人どこ行こうかな。さあ、でも今親分行けないの、あ、行ける、あ、行けないから、だから行けるのはその辺潰していかないといけないのかな、うん、それか西日本行っちゃう。西日本行きますか、うん、こっち、うん、その下の方がどこも行けるからいいんじゃない、ここが。そうですね、うん、じゃあここ行きますか、うん、下の方がどっちでも行けるようになるから。はい、じゃあルートとしては結構ここ一般兵でも強いんで。そうだね、じゃあ使っちゃうよ、はい、契約。はい、契約使いましょう。じゃあこれかな、1で行くんだったら、うんうん、よーっつってるよ。行きますよ、出陣。じゃあ行きます、出陣。強いの、結構強いね。強い。え、よし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 。ギリ、あ、勝負じゃないこれ。いや、戦戦だよ。成功しました。あ、おお。よしー。あ、そっか、武将がいなかったら1対1ないのか。はい、そうですね。うん。怪我率 1% だからいっちゃおう、うん。これ通院しとこうかな、まだ足バクドありますもんね。通院で体力あげよう。もうそろそろ、もうそろそろね。もうそろそろ治ると思います。うん、よしよし、治ったなった、よかった。スペシャルタック、あ、メンタルについてる。あとメンタルも結構上がるんで、よし。さあ、羊だ、あ、どこにしよう。お大名、ほら、2人いる、もう2人いっぱいいる、うん、いや、もう3人いますよ、うん、吉川元春。じゃあ、ここに変更して使わなきゃいけない。これあれじゃないの、やっぱ3いるんじゃないの。3いりますかね、わかんないけど。3いるかな、2でいいか、2でいいか、この辺にします、うん、レベル2でいけるかな、うん、
この辺の方が高い。武田信玄仲間になってる。本当ですね。なんだ、頼もしいですね、うん、ここにしよう。やっぱ強い。どうなの、強い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 。風林火山。おらららららら、らどうなのどうなの。おお、武田信玄やばいね。はい、強いですね。よし、練習。モタメンタルに結構ついてますね。いけ。学校に来たらなんか変な感じするね。なんかもうずっと戦国にいる感じがしちゃって。ああ、下がっちゃった、下がっちゃった。まあそれは分からへんやろ、戦国時代ずっと行ってるからね。はい、出陣出陣勉強してないから文武両。こっち行きます。ああ強いな、毛利強いですね。上行っとく、こっち行っときます、うん、一般兵ちょっと倒しときますか。まだセクション3だし計略もいらない。位置だけ使っときて減らしとかなきゃ。確かに持てなくなりますもんね、うんうん、いいやつが持てなくなるから一列使っとけばいい。一列じゃあ使いましょう、うん、筋力上げたらいいんだよな。これにしよう。やっぱ合戦楽しい。前出場だな。戦闘開始。もう明らかに風林火山。はい、さあ練習練習、体力はいっぱいありますからね。お、これすごい。出陣。さあ、あこの辺、あ、ホンダもいけるし、うん、ホンダ17、あ、これいけますね。いけるで。じゃあレベル1ぐらいでいけるかな、うんうんうん、1使っとけばいいんだ、うん、使っちゃいましょう、うん、筋力上げたいし、ここかな、うん、お、これいけるな。風林火山、天下無双。強くなってる、うん、もう金の方よいしょ。お、羊早いですね、うん、こっちの方が弱い。結構弱いですよ、うん、徳川、まあ、行っちゃいましょう。これ行っちゃう。じゃあ、契約1使って、うんうんうん、怪我率があるな。メンタルで行っちゃおうかな、うんうん。さあ徳川家康、これ徳川、うん、あれなんかうちの部屋、あ、いい、大丈夫だ大丈夫だ。おーおーおお、え、勝った。戦いじゃなくて5勝4敗だよ。あ、勝ったの。ほらほら、待ってく、待ってくか、ピッチングか。よし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 。お、バッタバッタ来たよ。あ、やばい、私変化球めっちゃ苦手なんですよ。これボール、よし。センター前？え、あ、ゴロになっちゃった。ゴロアウト。負けたんちゃう。あ、勝ちだって。勝った。おう、え、なんで？どういうこと？ゴロでも大丈夫だったのか？まあいい、勝ったからいっか。はい。勝てば何でも OK。変化球ちょっと。ちょ、変化球弱いんですよ。あ、セクションクリア。いや、あ、でもだいぶ上がりました。よかったね。はい。さあ、続いて、いっちゃいますよ。うん。よし。あ、もう人いないから、何でしょう。もう出陣だ。出陣結構早い感じで回ってくるので、うん、毛利行っときます。行けちゃう、行ける、計略使って。あ、そうだね、はい、行っちゃおうか。これで、うん、で3だね、3のやつ、3ですね、うん、兵力が一番弱い兵40増加。あ、相手を去りましょうか、うんうん、あ、でもここの上がり方すごい。ここにしよう。どうなの、行けるの、行けちゃうの。いや、いけます。相手を下げてるんで。契約3は強いですね、うんうん、筋力かな。来たよ、出陣。お、出陣だ。あ、これ体力これ使っとこう、1個、うん、2個あるんで、うんうん、さあ、どこ行こうかな。大名下いるね。あ、ここ行けますね。あ、武将か。ここもいけるで、うん、これ余裕ですね。1使っときましょうか、うん、お、ここもすごい上がる。ここだな。さあ、いけ。これは余裕だぞ。
よし、成功。いいね。でもそろそろちょっと強いところ行っとかないとターンがもうないから。そうですね、うんうん、まあ、ここにしようかな。体力がないからアイテムもう一回使っちゃう、うん、メンタルでちょっと上げときますか、もうちょっと、うん、主人来た、主人来た、よしよし、もうちょっと大名言っとかなきゃいけない。はい、 それ言っとく、その島、その上の、あ、島津義弘行きますか。うん、行けるかな、行けそうじゃないですか、使ってね、あれ、はい、キレコも9個もあるんで、うん、全員の士気が10アップする、うん、これで行きましょう。あ、踊りますね、うん、こうしかも天敗はあるし、よいしょ、さあ、行け、戦闘開始。高いね、相手も高いね。お、光ってる、いいですね、これ出陣、出陣ですね、先に、うんうん、徳川行っちゃい、行っちゃいなよ、こっちまずも、でもチョコボ中立だから行ける。あ、本当だ、中立だ、うん、じゃあもうここか、うん、そうそうそう、そこ行こうも、行っちゃいますか、3使って、はい、これにで行こう。あ、もう毛利強い、スペシャルタッグ行きたいけどもうここだな。さあ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 、徳川家康、行けんのか。おお、強いな、強いな、おお、高い高い、あ、強い、高い高い、おお、いける、いける、いける、どうなの、おえー、よしよしよし、もう天下統一も間近ですよ、うん、体力ないからもうメンタルしかないな、これは。お、出陣来たよ、もう、あ、もうここに、あ、伊達政宗、あ、行けんじゃない、行けますね、うん、これにしよう。あ、この辺強いな、これだな、やっぱ、さあ、どうだ、お、やっぱもう強いですよ、うん、強い、うん、はい、下げられたけどね、はい、勝っちゃった、残り1国、おお、あと上杉だけじゃない、はい、はい、何番、お主は4番サード、おい、4番サード、よし、上杉君だよ。わ、すげえ。すごい。じゃあもう今日、わ、すごい打ち方。あ、ちょっと遅かった。まずいまずいまずい。あ、よしよし、ヒット。あ、ダメだ、点入んなかった。ごめん、やっぱすごいですよ、この打ち方。うん、戦国時代っぽい。ファールじゃんって言ってる。よし、おい、いったー、イエーイ。やっぱあのストレートに強いんですよね。まああの、まあ、リアルプロ野球でいうと一番耐性しないタイプだよね。そうなんです、変化球ばっかり投げられて、はい、あ、それが入っちゃう、パワーボールでは大事だからね、はい、まっすぐにタイミングを合わせることが、ファールか、あ、うん、変化球、ストレート来い、あー、ボール、よし、でもね、選球眼が身についてきたんですよね。これもボール。ストライクだ。え、アウト？どうなの？勝ってんの？勝ってる、勝ってる。一応勝てる。まさかのあるからで。はい、そうなんですよ。ホームラン3本打っても負けたりするんで。ボール。あ、振っちゃった。どうなの？おい！内野安打、内野安打。おい、ナイス、おー、おい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 、あ、ここだ、ここでだ、ここだ、やばい、よし、さよならホームラン、さよならホームラン、あぶねー、よっしゃ、まあ、勝負に強いんでね、あぶねー、ホームランも2本打ち、よっしゃ、あれだね、あのパブロー、はい、イベント行って強くなったね、はい、メンタル、あ、かなり強くなった。あ、でも結構な大変でしたからね、まだ最初のうちだったら今のね、ゲッツーって終わってるよ、そうですね、前カーブにすごい上がったもんね、そうそうそう、うん、上がってる上がってる
技術もメンタルも。はい。おお、一気に上がりました。いいね。天下統一、イエーイ。できた、やった。ちょっと見てみるよ、天下統一のところ。はい。おお、もう全部全部全部中立国と自分たちの領地になった、うん、よっしゃ、うん、じゃああとはもう能力を上げて、ね、甲子園、うん、甲子園優勝だね。はい。あ、まあ大丈夫ね。筋力を上げたいからやっぱもうこの辺かな。もうこれでいきます。さあさあさあ、さあ来た来た来た、ワンナウト初回からビッグチャンス。もうずっと強振でいきます。ボール、ストライクだ。あ、あ、ダメだダメだダメだ、やばい。あ、一応打点にはなったんです、ね、そうそう、打点にはなった。よかった。よし、よし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 。もうストレートで来たらね、こっちのもんなんですよ。ストレートの対応力強いからね、はい、来い、よし、ストレート鬼だね。はい、どこに来てもストレートはいける。よし、このままいけ、来い、はい、もう楽勝。おー、よかった。ドキドキするよね、はい、点取られる可能性あるからね。仲間がね、点取られちゃうから、うん、ホームラン3本打ちました。いいね、いいね、いいね。ストレート待ちです、うん、あ、体力が、体力ないからもうこれしかない。さあ、よし、来い。セカンドランナーやばい。やばいですね。ファル。あ、やば。あれれ、ちょっと手が滑っちゃいました。あれれ、ちょっと手が、手汗が。ちょっとプレッシャーに弱いパターン。ランナーの格好が良くない。あ、でも点取ってる、点取ってる、取ってる、仲間が。よし、来ました。流し打ちしないじゃん、アウトローでも引っ張るから流し打ちいらない。そうですね。逆にプルヒッターじゃん。あ、そう、そうですね。あー、あ、当たった。あ、詰まっちゃったね。詰まっちゃった、うん、でも4対0なんで危ないよ。一気に5点あったからね。はい、ありましたね、一気に取られて。大丈夫なの、大丈夫なの。おー、いけたー。ちょっと焦りが。あ、でもね、ホームラン1本打ってるんだ、ホームラン打ってるんだ。ちょっと心配よ、そのメンタルが。ちょっと今もう、やられてきてますからね。筋力ありようかな、筋力と技術、うん、よし。決勝だ、決勝だ。手汗かいてきちゃった。ほら、来た、ほら、もう。あ、飛ばちゃう。フェリーだ。いやいや、ちょっと待って、変化球一球、一応一球な。あ、やばい。あ、大丈夫、捉えなかった。あ、早い。高松さんもあれ、追い込まれたらあれです、ミートガースをでかくした方がいいんじゃない。そうですね、あ、もうこの勝ち、勝ちに行かないといけないから。確かに追い込まれるまでは投進で打って。そうですね、いや、この変化球がやばい。ああ、走る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 、悩んだ。走力上げたのに足遅い。でもあれセーフだってたらすごいよ、逆に。ああ、同点、同点。さあ、ここチャンスよ、ここ仕留めようよ。フェイリー意外と手強いぞ。高橋さん何でも振りに行ってるよ。はい、やばい、これ大丈夫だ。よしよし、どうなの。おー、抜けた抜けた、よっしゃ、走れ走れ走れ、サドバス早く連打連打連打。
そう、喜んでる場合ちゃうよ。ほらほら、待ってきた待ってきた。おお、ドブラブラ、おお、よし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 、喜んでる場合ちゃうよ、柱だけは。連打を忘れてました。え、でまだ1点差ですからね。ここもう1点取っとこ、もう1点取っとこ、もう1点取っとこ、はい、やっぱ初球は見ちゃうんですよね。走れ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 、どうなるどうなるの、せーの、オッケー、あ、でも手入った、どうなの、わー、勝った、やったー、全国制覇、イエーイ、あ、ごめんなさい、全国制覇のとこ飛ばさないで見たかったな。あ、そうです、あの、勢いで押しちゃいましたすいません。さあドラフト、ドラフト囲碁1位でしょ、やった1位やった。ちょっと俺のスカウトとしてはちょっと終盤勝負弱かったけどね。いやいやいや、それでも、ね、そこ大丈夫、あの大丈夫ですもん、うん、打ってるんで一応ちゃんと、おおおお、ちょっと9856点だよ、わお、最後第4セクションやばいね、すごいですね、5000増えて稼ぎ方が半端ないです。一気に約4000点、はい、総結結地のアップです。はい、アップ。え、そしてでもあと能力アップして何ランクかって言ってるんで、ね、どうですか。あ、これでいいんじゃない。はい。うん、いいですね。これでしょ。育成完了。うん、さあランクは S級。すごい。すごい。これ最高は S10。あ、まだ上があるんですか、もっともっと、あ、高松さん、よかったです、まだ上があるんです、はい、でもここまでの全ての最上級ですよね、はい、そうですね、甲子園も優勝したし、いやすごい、この30歳の誕生日、あ、いけんじゃないですか、これでいいことありそうですね、30代やっぱリアルでもじゃあ、はい、目標を目指して頑張って、はい、でも面白かったですね、え、めちゃくちゃ楽しかったです、ね、その高校、はい、何気にこれ家でまたやり込みます、はい、そしたらだっていけんじゃないですか、いけますね、あと肩を S にして、はい、さ、なんか色何かをやめれば肩も S になりましたね、いける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 、はい、何かやめれば本当ですね、いやオール S 惜しかったな、ね、しかも金もいっぱいついてるしね、特等もすごいですよね、はい、いやすごいですね、いやこれはかなりいい選手です ね、はい、本当にいたらやばいよ、はい、そうですね、うん、まあなかなかあの武将の格好してる人もいないですね、こうやって打ってたからね、もういや、この打ち方鉄砲、鉄砲が槍だね、はい、だから戦国っぽくってよかった、よかったですねいや、今日は全てがよかったね、ナイス、序盤どうなるかと思いましたけど、でも羽川さんに次回以降のミッションをここで伝えます、はい、変化球をホームラン、はい大丈夫かな、いけるかな、やっぱりあの最後、はい、危なかった、仲間に助けられたね、そうですね、あとあのファーストが、はい、あのビックリマークで取れてないんで、はい、あれもし取れてたらやばかったから、そうですね、うん、いやでも仲間に助けられて、そうですね、はい、まあでもそれが高校野球の醍醐味ですから、本当そうですね、仲間あってのね、うん、じゃあまあ変化球練習してきます、そうですね、で、はい、次回はオールエース目指して、はい、ぜひ頑張りましょう、頑張ります、はい、ということで以上、仙国高校でした。